しよう。京都行くみたいに決めるな。そういうわけでハロウィンについて知ってることを提供しなさい。え、いや、カボチャとコウモリが必要なんじゃないか。キョンが役に立たないので小泉くんお願い。そうですね、展開的に知らないふりした方が面白そうなので知りません。そうか、小泉くんも知らないから。よく聞け、ハルヒ。まあいいや、適当にやろう。聞けよ。じゃあまず準備ね。何から始めるつもりだ。とりあえずこれが唯一の情報よ。ツッコミどころは満載だが、まあそういうことにしておこう。じあ、かぼちゃかぶったマントの男がコウモリをまとえばいいのかしら。俺もそう思ったけど、多分違うだろうな。かぼちゃ買ってきました。俺がな。では、あ、チェット。あ、何すんじゃ。いや、顔掘るのめんどくさいから今日の顔に押し付けてかたどろうかと。相当硬いから生のかぼちゃなめんな。じゃあ顔掘るのはみくるちゃんお願い。はい。ゆきはフォローしてあげて。わかった。私はその間に他の必要なものを探してくるわ。うん、うん、うん。長門さん、できました。右眼科のサイズが3ミリ大きい。うん、うん。今度は左眼科が1ミリ大きい。へえ。口の右側が 1.5 ミリ短い。右眼下が 0.3 ミリ大きい。くすん。ただいま。必要なものはあらかた揃ったわね。でもコウモリはどうしようかしら。よっす、ハルニャン。コウモリならうちの裏の洞窟にいるやん。あ、そうなの。ところで、なんで人体模型が。おそらくですが、これにカボチャやマントもろもろをかぶせるんじゃないでしょうか。マジか。何やら得体の知れないものになりましたね。邪教の神でも祀ってるみたいだな。なんだ、ハロウィンの準備してたんだ。ならお菓子持ってくればよかったね。お菓子？ハロウィンってあれでしょ、お化けの仮装した子供にお菓子あげて帰ってもらうやつ。あ、ハロウィンってそういうのなの。私途中からオリジナルの神を祀って崇めるっていう方針で動いてたわ。なんでそう。じゃあせっかくだしお菓子を奉納しとこっか。ミクルちゃん、お菓子ある？あ、ポッケにこれが入ってました。お菓子の仲間に入れていいのか謎だけど、まあいっか。よし、トリックはトリート。サーチ&デストロイ。いらないからコンピケンにでも置いとこうか。ただいま。おかえりなさい。帰って早々悪いですけど、夕食の買い出しに行きましょうか。そうそう、こうやって袋の中に入れば楽ちん楽ちん。入れるな。あ、でも猫と遭遇したら、いや、着いた。そうですね。長戸さん、今日は何が食べたいですか。ドニュナードに巻いたコウサギのもも肉のロティ、チェリー風味、人参のピューレ添え。じゃがいもと人参が安いですね。カレーにでもしますか。握り5個、長小50センチ、開始。投入。さーて食べましょうか。この体になってから夜更かしができないな。長門さん、明日も学校ですから、もうそろそろ寝た方が。寝れ。